開催遠見義明やいびん、はい、大宜味翔子です。はい、天気ですね、うん、天気はじゃあ晴れしましやいびんさん、はい、まあ、何がね、今の時期あまり晴れすぎるとね、はい、暑くなりすぎてね、熱中症になる方も出るので、ほどほどに涼しい晴れでゆたしくうにげやさびら、はい、さて、はい、はい、お知らせがあります。ドーン、おかげさまで大新座旗揚げ70年、そして大宜味小太郎静子生誕100年、カリーセビラ内な芝居の公演が8月17日の土曜日午後1時から国立劇場沖縄でございます。で、今回は本当11年ぶりですけど、小太郎劇の名作の一つ灯火、これを大宜味静子さんが準優勝取った作品なんですけど、トムさん、今回若手が頑張ってますね、はい、頑張ってます、頑張ってます、はい、ね、静子さんの役も佐伯さんがやってるとかして、佐伯さんがやってますので、はい、なんでたくさんの方が来ていただければいいかなと思っておりますので、お待ちしてます。またプレイガイドもここ FM 読谷でもチケット売ってますのでね、ぜひよろしくお願いします。それではトムさん、最後に一言、ぐすーよ、すりーずりー、めんそーれー、めんそーれー、じゃーん。